難癖をつけられているというのが私の正直な思いであります。胸を張って、今回の件で私が何か行政を歪めたようなことは全くないということだけは、冒頭申し上げておきたいと思います。難癖をつけられているというのが私の正直な思いであります。安倍総理が国家戦略特区を早く進めろ、政治主導で先頭に立ってやっていることは間違いありませんが、特定の学校に対して便宜を図る、あるいは排除するということは全くない。テロ等準備法案、これについては相当のマスコミの曲解もあります。そして実際に都政を前へ進めるためには、その民意が噛み合って知事と議会が車の両輪として共に都政を前に進める必要があるわけである。丁寧に答弁をすると言っていた共謀罪法案はわずか17時間、1日にも満たない審議で強行採決で閉じました。加計学園問題っていうのは、それこそ今いろんな人が素朴に、なんかおかしいねっていう感じてるわけですから、情報公開っていうのは正しい政治をするためのいわば命。議会制民主主義を破壊する異常な禁じ手を自民党と公明党が使ったんです。安倍政権が今壊そうとしているのは真実という価値だと。自民党と共謀して、共謀罪という最も凶暴な法律を通したのは公明党じゃありませんか。